皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、リンクと久しぶりの冒険ということでごめんなさい、リンク忘れてたわけじゃないんだよ。1週間ぶりぐらいだよな。今日はね、前回幽霊連れてできなかったところあるから、そこ行ってみようかなと思うんだ。南の神殿だね、ここ。幽霊連れてたから帰れなかったんだよね。ちょっとここ行ってみようかなと思います。アイテムは、ああいうところ入るからな。ちょっとあれだな、満タンにしていくか。買い物していくか、とりあえずな。あれ潜れない。よし、オッケー。よーし、行こうか、リンク。久しぶりに冒険しようぜ。とりあえずな、その前にお店行ってアイテム買い足さないとな。お店、こっちか。あ、そっか、笛使えばいいんだな。よし。あ、違うよ、潜ってどうすんだよ。オッケーオッケー。さて、あ、一回出ないと気をつけないのか。よし、これどう行くんだ、これ。間もなかったな違った、こっちか、こっちか。これほんと便利だよな。よーし、この辺で買い物すっから、ここ行こっか。あ、これ便利だな、リンク。よーし、とりあえず爆弾と弓矢と、なんか新しいもんが入ってないから見てこようぜ。よし、邪魔するぜー。はい、いらっしゃい。新しいもの入ってねえな。しょうがねえな。じゃあ、爆弾くれー。いやいや、金いっぱいからよ。お、爆弾マックスになった。弓矢くれー。弓矢何本まで持てるんだ ?30?30 だな。よし。1本余分だから、しょうがねえな。よーし、これで、とりあえずは満タンになったな。さあ、行こうか。ここに行くには。ここは、ここの方が近いのか?こっから行けるのかな?行こう。いいよなー、これ。何も消費せずにずーっと使ってられるからな。こっからじゃいけないから。こう出て。これ裏は確か回れるから。そうだな。よし、オッケー。お、久しぶりー。あ、ぶつかった。ごめんな。よし、行こうぜ、行こうぜー。動物の森いいねー。いいところだ。アイテム買いとこ。よし。久しぶりダッシュだな。よーし、オッケー。よいしょ。あ、食らってんじゃん。さあ、死んでいこうぜ。どっち?こっちかな?よし、よし、アイドミッションしとこうか。神殿だから、名前がもう神殿だから。ってことは、クエスト系じゃねえのかな。まあ、いつものゲームのパターンからしたら、鍵手に入れて、どっかダンジョン、鍵入れてダンジョンの繰り返しだよな。よし。こっちだよ。いけるか。よし、いけるな。オッケー、オッケー。下か。
たぞ。神殿、おそらく鍵じゃねえのここ。よし、よいしょ。耳、いや、いっぱいだ。お腹いっぱいです。うん、いきなりボス？なんだこのゲーマーみたいなやつは。あ、いっぱいある、いっぱいある。あ、でもこれ攻撃は悪いな。これはねえから俺も動けなくなっちゃうな。よし、ジャンプしに行くか、合わせて。よいしょ、あ、いけるいける。これじゃいけねえのかな。ガードしてくるしな。あ、どうすればいいんだ、背中から。背中流してみるか。背中もダメか。爆弾いってみるか。ね、当たってる気配がねえな。ボン、当たってないな。当たってないな。そうすると犬しかねえけどな。どういうこと？はあ？すげえ犬の無駄みたいだな、おい。おいおい、どうなってんだよ。おい、犬なくなっちゃうぞ。おい、犬なくなっちゃうぞ。死んだ。あぶねえ、ギリギリ。なに全然攻撃に当たる気配がないんだけども、どういうこと。はぁ、なに、ここなんかある。なんもねえな。もちろんアイテムゼロー。あ、でもため攻撃だからいけるでしょう。まあ、これいらねえしな。
あ、そっか、エビここ2本手に入れん。ほら、2本手に入ったかといって2本じゃあな。よーし、またしようぜ。全然攻撃の当たり方が分からんかったわね。まさか溜め攻撃だと思わなかったな。え、かわいいかわいいかわいいもの好きなんだよな、実は俺。あ、これはあれじゃん、うん、おばばの粉でしょ。これにフレッシュものに次ぐコホリントは、島にあらず。コホリントは島にあらず、島にあらず。なんとなく分かった。ここに書かれてるのはクジラでーすよね。そうすると、クジラ、島にあるの？え？超でけえクジラの上にいるってこと？空、海、山、人、魔物、皆すべて作り物なり。まあそうだね。神の創造し得るものだからな。神が与えし物？よくわからんけど。うん、風の魚の見ている夢の世界になる。あ、夢の世界なんだこれ。風の魚目覚めるとき、コホリンとは泡となる。消えるってこと？我、流れ尽きし者に真実を伝える。うん。作り物。で？え？ああ。手に入れるものは手に、だから関係ねえな。そういうこと？そうかそうか。あ、これまた入れてないんだけど。なかったか。じゃあいいや、壺を見たら。さーてと、あ、来た。来たな。来ると思ったよ。いつも影ちゃんがあと来るからな。この中にある石板は、陰州より伝わるもの。この島は風の魚の夢の中にあると記しておる。夢か、うつつかなど、誰にも確かめることはできんじゃろう。宝の箱は開けてみなければ中身を知ることはできんように。夢も起きてみるまでは夢とわからんものじゃ。まあ大体、起きた時夢忘れてるけどな、俺。本当のことを知るものは風の魚だけなのじゃよ。信じる道を行きなされ。いずれ答えは見えてこよう。おっほー。よーし。行こうか。よしよし。はーい。はい。よしよし。とりあえず、行けよ。行けよ。とりあえず、マップ。心なしか、ここか、ここがなんかマップ明るい気がする。まあ、解放されてねえから、この辺行ってみっかな。とりあえずね、死にかけてるからね。よーし。こういうとあ、粉じゃねえや。粉じゃねえ。よーし。これすげえ便利。超便利。回復しろよーっと。ここ。ん？ここでいいか？よし、ここ行こう。ま、回復っていうか。
とりあえずあれな。今の草で飼ってるハートがいっぱいいるんですよ。アイテムだ、アイテム。でも最近だよ、ほらほら、ハートいっぱい出てるじゃん、ほら。この辺とか、この辺とかハートいっぱいあったんで。とりあえず体力、体力満タンにしようか。もう一回もう一回よし、体力満タン。 OK、 それ以上これでバッチリだな。あとはアイテムボックスいっぱいにしろぜ。なーに、金はあったのよ。バイトしたからな、いっぱい調整でー。これだけマックスまで限度までで、よーし。あれ、あ、パブがいっぱいになった。ま、じゃあ意味やけ。よし、これで21個 ?21。 よし、これで30と。あ、ハート、あ、ハート持ちだな。まあいいや。よし、行こうか。まあできるかな、妖精さんも欲しかったけど、まあそこまで贅沢は言えないよな。よし、とりあえずこれ、これ。よし。飛ぶ、とりあえず飛ぼう。てん、てれれれれ。ここも解放されてる、タルタル、タルタル。動物の森からあれすっか、また。いや、一回ワープしねえとあれだな。マップが全部できないな。よし、ワープ。さーて、さて、さてさあ、ここにはどうやって、今ここから出てきたから、まあ多分この辺で入れるんだろうから、まあ袋もいるし。とりあえず上行ってみっか。この、なんだ、この耐圧帯みたいな。よし、行こう。よし、変えとこうぜ。おっす、久しぶりー。動物の森好きだなー、俺。動物の森？動物の村？動物の村か。よーし、さてさて、よいしょ。とりあえずあの袋に話を聞いてこようか、一応。目覚めなくても勇者しますし、はい、関係ないね、はいはい、全然関係ないじゃないですか。よーし、あっちに行くにはどうすればいいんだ。こっちか、当たり前のか、爆弾を入れるんだろうね。わー、当たった、一気にあ、すげえ、爆弾を使ってきた。入れないで、さーてと、ここもなんだ、どこ、よし、行ってみて、あ、そっか、え、行ってるなぁ、おめぇ、ほら、こっちか、お前来ない、お前来ないのか。あ、もしも見たら踊れるぞ。アホだな、お前。あ、ダメだ。よし、そうね、ここ、諦めてたんだよな、前通れなくて。でも今の俺は泳げるから、よし、これ石に刺さるのかな、これ。あ、石に刺さるんだな、これ。さあ、どこ、あー、うん、なんだあれ、あ、ハギーと同じあれだ。あ、でもここもなんか気になる。こちら動かないんだ。やっぱ鍵あそこにあるとするのかな。ここ落ちたらあれだよな。
意味わかんなくて。よし、鍵。うん、なんか起きる？あー、だよね。なんかそこら辺怪しいと思ったからな。今度こそダンジョン系でしょ。さあ、行ってみようかな。ダンジョン。パターンで行く前に、一回セーブしよっか。じゃあまたね、すぐね、また次回配信撮りますんで、今日はこれまでにしようかな。じゃあ、そういうことで、また、バイバイ。